県内各地の冬の話題をお伝えする冬だより。今日は旬真っ盛りの牡蠣とボタン鍋を紹介します。杵築市森江にある海鮮料理店魚一魚座。目の前に広がる森江湾で育った牡蠣が旬を迎えています。人気メニューの焼き牡蠣は炭火で焼き上げた香ばしさと牡蠣の旨味を堪能できる一品です。また旨味を閉じ込めてプリプリな食感に仕上げた蒸し牡蠣や、サクサクでジューシーな牡蠣フライとバリエーション豊富な食べ方で牡蠣を満喫することができます。海の栄養がいいのか、こう濃厚でもうプリッとした牡蠣がいつもできてきております。どんどん寒くなってきて、どんどん美味しい牡蠣に育ってますので、ぜひ皆さん杵築に牡蠣を食べに来てください。お待ちしております。佐伯市梅にある味道楽獅子の里。ジビエも取り扱うこちらの店のおすすめ料理はボタン鍋です。イノシシの脂が乗ってきた今が一番の食べ頃で、毎年取り寄せるという常連客も多いそうです。やっとですね、今月の中頃から脂が乗り出しましたね。あの脂が乗ってからが本当に美味しいんですね。美味しさの力があります。スープはイノシシの骨から旨味を抽出した出汁に自家製の味噌だれで仕上げていて、具材も地元の食材を集めています。メインの肉は臭みが少なく柔らかい肉質にこだわっていて、イノシシ肉が苦手な人にも食べやすいのが特徴です。一度来ていただければですね、やっぱりこうあのイノシシのお肉に対する感覚がやっぱりこう180度変わられたりですね、あの油あっても低脂肪なんですね、低カロリーですから、食べていただければありがたいなというふうに思っています。まさに今が旬の海の幸や山の幸、たっぷり味わって寒い冬を乗り切りましょう。